こんにちは、ドクターネッケスです。さあ今回はいよいよはい、無月の覚醒をしたいと思います。さあ僕のね、無月はね、必殺技レベルマックスですから、いきます。はい、というわけで覚醒しました。じゃあこれですね、ちょっと時間かかると思うんで、幻突の方やっていきたいと思います。少々お待ちください。はい、幻突してきました。さあ一気に強くしますよ。石は余ってる、イエーイ。180個か。いきなり120。非常に眠くてごめんなさい、ちょっと喋れてないんですけども、一応ね、物は全部揃ってるはずなんですよね。必殺技一つアップ。これで最強の無月が出来上がるぜ。まあ、あと C っていうならアクセサリーですね。天身体が欲しいな。いや、ほんとね、どれほど強くなるか楽しみですね、これ。アイゼン降臨、簡単になるかな。移動もこれで速くなる。まあ、アイゼン降臨回ってたら力の教科書がいっぱい手に入りました。いや、もうアイゼンが落ちてほしかったんですけどね。すげえ、ひたすら攻撃ばっかだな。もうちょいだ。通常威力アップ。超攻撃力アップ。さあもうちょい。これさ、白猫も最初そうだったけど、この一気に解放とかできたらいいのにね。
全部ぶっ込んでも全然上がんねえな。はい、ためらいなく入れる。さあ、出来上がり。これね、アイゼン氷のおまけとしてつけてたんで、ちょっと今日からお前は主戦力だ。僕ね、冷圧を1号で消しちゃうのはもったいないと思うんですよね。なのでチャッピーでなくこうするかな。一人で900攻撃力900を超えますな。んーで、白夜、何白夜だっけ、降臨じゃなくて、もう名前でもない、これこれこれ、ああこのイチゴもいいな。うん、こんなんいいんじゃん。よし、まあ、こんな感じで、僕はアクセサリーは本当はね、天身体、星5天身体つけて必殺技をさらに強くしたいんですけども、まあまあとりあえず我慢しましょう。こんな形でやっていきたいと思います。イチゴのキャラ紹介、この無月イチゴの、扱いっぷりはまだちょっとしっかりプレイしてみて動画にしたいと思います。以上、ドクターネックスでした。お疲れ様でした。